120ヤードあります。ピンが立ってません。あ、ピンは刺しましょう。皆さんピンは刺しましょう。ピンは刺しましょう。後続組が大変なことになります。47、あのちっちゃい左のちっちゃい木まで。あのマウンドの先ぐらいが24歩だったんだけど、そこまでちょっと低い感じではなくて普通の高さ、で低くないんだ。うん、低くはない。ちょっとスピンかけるようなイメージ。だけど高麗はちょっとやっぱ滑るね。抜けるから、ツンっていったもんね。イメージ通りの感じは打てました、これは距離のあるバンカーでアゴもあって、まず A を持ちました。で、まああんま開かないのかなって思った。そうだね、そんなには開かなくていいと思う。ボールの位置はもう、ボールの位置はね、ちょっとだけ真ん中にしてもいいかな。全然あり。いい。全然あり。ちょっと思ったより落ちてたけど。今イメージは膨らませられた。うん、ああ。やっぱいいか。思ったより飛んでくれた。ね、多分球の位置が最初の位置だとちょっと左すぎたから。うん、でも今でもちょっと手前だったよね。うん。だからやっぱちょっと真ん中目、距離を出した時は、開くんだけど球をちょっと真ん中目にするとの分入りが速くなるから。おー、ロフトがちょっと立ってる状態で入ってくれるっていうのはある。いい、切れない。あ、じゃあ最後にちょっと打ったよ。はい、なんか目が結構強い。で、これは56で、そうだね、 A ではないかな、はい、30ヤードぐらい打つイメージ、うん、高さは上から2個目の赤、ね、私だったら全然もっと高く打とう。もう意味わかんなくなってきちゃった。先根ぐらいまで高く上げて距離ないと思うな。そうね、ピンとエッジの距離が。え、2回目のバウンドがリサちゃんのボールぐらいってこと？ね、あのボールとピンの間ぐらいにバウンドさせたい。あ、1回、うん、1回目ファーストバウンド、まあ、ほぼダイレクトぐらい、グリーン、うん、で、まあ、あのボールとピンの間ぐらいに落としたくて、高さはめっちゃダイレクト分やっぱ高く上げたい。そうね、私やばいね、ポーンって一応ブルーって、この足場で低くっていうのはちょっとやっぱからもうほぼロブに、ロブに近い近い。え、クラブは開くイメージを取る。うーん、そうだな、そうだね、多分必然と開くようになっちゃうと思う。ちょっと開きたくなるよね、うん、で高さを出したい時、まあ、バンカーショットでもアゴのあるバンカーショットもそうなんだけど、球の高さを上げたい時はとにかく目線を上に持っていくと体がこうやって 高さを取るように体がこう向いてくれるのね。逆に低く取りたいって言ったら今度こうなる。閉じていく。そうそう、球を上げたいときは目線をとにかく高く取ってあげると球は上がりやすい。で、そのあとは振り幅、自分の距離感。これじゃ飛ばないの、うん、で、その時もやっぱクラブを長く持ちすぎてるから短め、まあ、真ん中ぐらいで持てればいいかなって思う。開きはちょっと
ちょっと噛んだね。でもまず開くとかやったことがなかった。そうだよね。でもなんか開きたいなって思った高さ出すこのライで高さ出すって思ったら足場を作ってます。おーだいぶ上げたね。おーでもこのライで低くっていうのはそうね、やばい、寄らない、なかったかな。ちょっとやってみよう、うん、どんなこと起きるか。体がクローズになっていく体がクローズになっていくよ、リサちゃん。全然逆になるね、逆の動きになっちゃう。はい、ああいうことになりますね、やっぱツルツル。しかもこれさ、段になってる。なんかこうやって入れていかないと。いや合ってる。打てないよパターン。こうだね。来た。ナイス。ナイス、ナイスリカバリーやね。こっちの方がいい。あ、そう。バンカーに。バンカーに入れます。超えた。超えた。あ、だこれも超えちゃうわ。全然でかい。この辺の、うん、この辺はねやばいよ、リサちゃん。この辺から入れていく感じ。斜めに斜めにこう長く使うの？使っていく。こう斜めに使う感じ。こういう風には入れないけど、もうなんだろう、こう本当切って入れていく感じ。なんかこういう時にさ、手前に入ったらもう終わるじゃん。終わる。それがね、起きるんだよね。終わる。で、よいしょってなっちゃう。ホールやつね。そうそうそう。ここで一番避けたいのは何？バンカーというバンカーです。そうだね。はい。で、バンカーというバンカーになりやすいのはやっぱ左側に置きすぎて。足をね、足の左側に置きすぎて。うん。左側に置きすぎて、早めに、左足下がりだから。うん、早めに地面を叩いて、そう大きくダフってしまうっていうのが一番怖い。一番やば。うわ、うまい。完璧なんでた。はい。出ちゃった。ね。そうだね。今ボールの位置が同じ位置に置いたんだけど、この位置に球を置いてました。で、スタンスの位置が。向きが、で、フェースをこれぐらい開いて、こういう風に球が通過するように。フェースこんだけ開いて左足に置くって相当勇気よね。でもこれぐらいやっぱやらないと左足下がりは抜けていかないっていうのは正直。足がこれぐらい。これぐらいか、うん、左足より、うん、で、フェイスか、うん、そうで、なるべくさっき私が言ったようにここから入れたいからちょっとこの辺で構えてもいい。ほう、いつもこうだもん、これぐらいにしてる、うん、こうね、この辺でこう入れていくようにカットに、うん、もうカットに打っていくように。しょうがない。でまず方向、方向、うん、どれくらい開きたいか、そのピンに対して体はこれぐらい。そうそうだね。左足寄りだから、うん、こうかね。でフェイスを合わせる、フェイス合わせる。
何回か素振りして、その抜きやすいところ、そう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 、クラブのヘッドがやっぱ先行しないと抜けていく、そう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 、クラブのヘッド、そうそうそう、カット、うん、いいよ、恐ろしいね、いいよ、一回あれ出るとさ、いいよ、ミスしてもいい、何でも許す、そう、そういうこと、できるじゃん、できた、なんだったんだ、一回目、授業、一回目は多分、なんか出そうな感じはした、本当？うん、あれが、なんかもう不安定なまま、出てる感じしたけど、今の打つ前の素振りで、うん、あ、なんとなくやりたいことが伝わってきたもん、やっぱ。事故みたいなバンカー打ってるよと思えません。それ入れる？ほんとすごいね。すごい。おい。おい。なんか綺麗な。しょ。やっぱりねって思ったでしょう。やっぱりね。やっぱり。お疲れ様でした。お疲れ様。ああ面白かった。あの事件のバンカー。いやでもマジあれが出るのよ、ああいうの、ああいうの、ほんとあのトップのアプローチとか、でもさ、うん、昔はさ、うん、あればっかりだった、そうだよ、はいはい、9ホール回り終えました、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、なんかさ、やなんか今階段で疲れたのが結構やった感ある、やった感あるね、私もすごいなんか教えてて楽しかった、ほ、うんと、でも今度はちょっと本当はもうちょっとやりたいことがあったんですよ、うん、フェアウェイバンカーとか、ね、今日はちょっとね、そう今日はまあこういうグリーン周りのやつのコースだったんですけど、フェアウェイバンカーとか苦手なものがまだたくさんあります、うん、で今日のことをさらに自分なりに復習をし、さらなるショートゲームを確立させていきたいと思います、うん、はい、年内にテストがあるんでパワープレー出せるかどうか、よし、それは本当に、まあ、やれるだけのことはやって、うん、できなかったときはしょうがないんですが、ね、やれるだけのことはやろうかなと思ってます、うん、まあ、リサちゃんが今日見ててなんとなくあとこういうのやっといた方がいいよみたいな、うん、ショートゲームで思ったこととかある、うんうん、やっぱり 2,30 ヤード人かな、いけるじゃん、2,30 ヤードの、うん、自分の距離感とか、うん、イメージとかってやっぱやらないと教えるにもやっぱ限度があって、うんうん、自分のその距離感っていうのはすごくまず知らないもんね、うん、どれくらい振ったらどんだけ飛ぶっていうのが分かるの、そうそうそう、だからまず10歩の距離とか知った方がいい、うん、あっていうのを、まあ、普通の素回りのラウンドで、うん、なるべくアプローチやるんだったら歩数測ってとか、うんうんうん、グリーン面見に行ってとかっていうのはやっぱ百切りへの近道かなと、百切り間違えたな、パープレーリサちゃん、私なんか百切り挑戦になった、趣旨が変わっちゃう、違う違う違う、はい、切ってるから、はい、はい、皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、はい、次回の動画も楽しみにしててください、はい、いかがだったでしょうか、ジュンスタイルジュンスタイル、バイバーイ